こんにちは、いちごタルトです。今日はこちらの玉ねぎテントを久しぶりに建てたんですけど、なんと以前こちらハイランダーというメーカーの長沢山脈というテントなんですけど、タルトが建ててみたっていう動画を企業さんが見てくださって、このハイランダーを作ってらっしゃるナチュラムさんという企業の方が、他の商品もぜひ試してくださいということで、こちらインフレーターマット送っていただきました。こんななんか3つたくさんあるんですけど、何が違うかというと厚みが違います。で、一番ちっちゃいのが4センチ、真ん中が5センチ、で大きいのが9センチということで、試してみてくださいと送ってお貸しいただいたんで、ちょっと今日は実際に全部寝てみて、どれがいいのかとかどんな違いがあるかをちょっとチェックしてみたいと思います。それではご覧ください。はい、ということで、こっち大きさ的には1メーターないぐらいかなと思います。でもなんかね、見た目より思ったより軽いなと思って、なんかちょっと大きめだから重いかなと思ったんですけど、全然軽かったです。で、これが4センチで、こっちが5センチなんですけど、4と5はちょっと大きさが一回りぐらい大きいなっていう感じがします、やっぱりで、この9センチの方はやっぱり太いです。太い、なんか丸太を担いでるみたいだけど、でもこれもなんかね、全然軽いんですよね。タルトでも普通に軽く持ってます。じゃあ早速中を開けてみたいと思います。インフレーターマットなので自動で空気が入るエアーマットですね。おお、かっこいい。色味がすごい、この袋と同じような色味でめちゃくちゃシックでかっこいいです。ハイランダーのコットの上に敷いて寝てみたいと思います。あ、幅はコットにちょうどいいぐらいで、こっちの寝転んで右側がなんだと、左側の一列がこのボタンが反対っこで、こうやってくっつけれるのかな。じゃあ空気入れちゃいます。入ったかな、シューっていっとく。これもちゃんと抜けんようになってます。ここにもなんか弁がついてます。枕は別なんかな、ちょっとここ1個開く。お、1個開けたらこんな感じ。前はこんな感じだったけど、結局自動で空気入らんなってなって、やっぱ入れなかったのかな枕。今日はお天気がいいんですけど、なんか秋なのに花粉が、梅花粉なのかな、今の時期花粉で鼻がやばいです。たぶんくしゃみも止まらん、で完全に開けるとツーツーって感じです。自分で空気を入れないかんだね、やっぱ。じゃあこのテントを立てるときに、これ空気のパイプで立ってるんですけど、それの空気を入れた時の空気入れをちょっと持ってきたので、これでやってみる。お、入ってる。それかな、あ、パンポコポンになっちゃった。え、こんな感じ、入れすぎ空気、なんかちょっと反っちゃってるけど膨らんできました。すごい、さっきぺったんこだったのね。もちもち枕、絶対空気入れすぎ。ちょっと抜く、ちょっと抜きますよ。いしょ、これぐらい。ちょっとこんなもんで、じゃあ失礼します。あ、ふかふかだ、すごいふかふかです。なんかもちもちって感じがします。じゃあちょっと寝てみましょう。よいしょ、おなんか包まれてる感じがします。枕したらまだ空気入れすぎかな、みんな柔らかい。
気の枕、空気の調節がちょっと難しそうです。パンパンだとなんかちょっと弾けそうで怖いけど、なんか緩いとこう何むにゅってなるのが、でもこれがまた気持ちいいんだけど、なんか寝心地はとってもいいです。なんか本当にクッションクッションって感じがする。下しっかりしっかりしてる。マットなんだ、空気のマットというよりはクッションっていう感じです。ずっと仰向けで寝てるとちょっと腰が痛くなるかも。タルトの場合はタルトだとすぐ腰痛くなるので、横だったらねすごい最高です。柔らかい本当に。これ4センチでこんなにふかふかなので、他のやもうちょっと5センチとか9センチとかだともっとふかふかなのかな。ちょっと寝てみます。今回はちょっと少なめにしよう、ちょっと少なめに入れてみました。少なすぎかな、まあ、調節できるのもいいとこですよね。すごいふわふわ、分厚い。やっぱ1センチだけど手触りが違います。柔らかい。お枕今度はちょっとふんって作らせた。横にもなってみよう。ふかふかだな本当に。あ、枕がちょっとあれだけど、そうだろうな、4センチと比べてちょっと、ちょっとよりふわふわになって、地面につく感じもなんか地面よりはちょっと離れてるなっていう感じがこっちのがするけど、4センチでも全然十分気持ちいい。次最後9センチ。9センチの方も膨らませてみました。ここの弁がちょっと大きいです。あ、で、分厚さもすごい。見えますか？めっちゃ分厚いです。分厚い、本当に。そう、こんなにもあります。あと普通のマットレスみたいだよ。で、さっき思ったんですけど、あそこに後ろにさっきの2つを並べたんですけど、一番最初にやった4センチの方だけ色が違って、なんか素材もツルツルです。でこっちの5センチと9センチはちょっとだけベロア調、ベロアっぽい素材で、しっとりしてる感じの素材で色も違う。じゃあ9センチ、おお、なんかどこに寝てるんだろうっていう感じです。不思議。お家でほんと目つぶってたらお家みたい。4センチと5センチより腰が痛くない。ふかふかです。そう、なんかでも全部良かったからどれを選んでもいい感じがします。枕がついてるのがいいですよね。枕付き評価がタルトの中で勝手に高いです。じゃあ長沢テントの中に3つ並べて寝比べてみたいと思います。じゃーん、ということで3つ並べてみました。普通に3つ並ぶこのテントの大きさいいですね。ほんとファミキャンとかちょっといいグランピングとかにぴったり。やっぱりこれだけ素材が違います。ツルツルでベロア、なのでちょっと寒い時とかにいいかも。で後ろはさっき言わせたけど滑り止めがついてるので滑りづらいです。あ、9センチを寝た後だとちょっとペラペラに感じちゃう。よいしょ。でもクッションがある。下も痛くないです。この地面がすごい優しく優しい。5センチ。あ、なんか厚み的にはそんなにめちゃくちゃ変わるわけじゃないんですけど、なんだろう、素材感もあってこっちよりなんかふわってします。こっち、これも優しいけどこっちの方が優しい。ふわってするの、本当に。これも痛くない。
じゃあ最後9センチどうも。わあマットだね。あ、いいです。9センチやっぱ9センチがいいな。なんか重さもそんなに変わらなかったから夏い方がいい気がする。でもどれもすごいふかふかで本当に気持ちいいです。はい、ということで今回はタイランダーのインフレーターマットを比較してみました。3種類なんかどれも良かったです。参考にならんね。でももし気になった方がいたらネットとかにも載っているのでぜひ調べてみてください。ということで今回も最後まで見てくれてありがとう。